はい、今回はこちらで遊んでいきましょう。スーパーマリオメーカー。イージーモードだって。まあ、イージーって書かれてるってことはそれなりに難しそうですよね。どうなんでしょうね。どうなってたっけ？ゴールある？あ、やべ。あ、ほら、届いた。ギリギリ。届きますね。本当にイージーだった。クリア者なし。泳げ！おお。取っていいの？いや、取っちゃダメなんだな。時間が足りねえ。どこ？ゴール。あ、あるね。了解。うわ、取れなかった。つだ。取って。被弾して、被弾したまんま。いやー、これ取れねえな。でも、ここまで来たらいけるかも。よし、オッケー。届かねえ。間違いない。これはキノコもいらない。オッケー。やったね。一人目のクリア者になれたよ。さあ、参りましょう。クリア者が一人ですね。クリア率 0.47%。どういうことなんだろうな。わかんないね。これどういうことなんだろう。とりあえずここに行ってみるけど。入れないし。じゃあ、これか。これか、甲羅か。P あるよね。うわ、降ってきたぞ。ハンマーか。ブロスのあれにご注意。踏んじまった。どうすんだろうな、これな。あ。お、でもまだいけるぞ。スターも頑張れば取れるな。はい。取れる！素晴らしい。素晴らしい。完璧だった、今。びっくりだわ。これ、パウやりすぎるとダメなんだな。いろいろ学んだわ。これ、あのコインが見えてるとこで、っていうかあれか。おっと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 、危ねえ。コインが見えてる状態でパウ使っちゃうとあれなんだね。コインが落ちちゃって先に進めねえんだ。すげえ。大丈夫。地下は復活する。多分これファイヤーもいるんだろうな。予想だけど。そんな気がする。一旦端っこに追いやって、ここで、こうして、これ壊してもらって、やべ、なんか、P が残ってるけど、大丈夫。これ一応一個持ってこうかな。ピョンス、ピョンス。ここは全然簡単だったな。なんだ？ここも全然簡単だが、なんだなんだ。じゃあここで行ってみようか。なんかあんのかね。なんもねえじゃねえか。なんのため？なんか意味がある？ん？行こうと思えば行けるよね。で、スピンジャンプでここに降りて。これは絶対入るやつじゃないな。いや。あのさ、こちらはまだファイヤーマリオ状態なんですけどね。これは想定されてなかったっぽいね。このコース作った人が、この状態で来れるってことを。いや、でも待って、そんなことねえか。嘘だろ？おぉ、びっくりした、今。積んだと思ったわ。セーフ、セーフ。ゴールっすよ、これ。やったぜ。なんか多分、でも想定したクリアの仕方じゃなさそうな気するな、これ。こうだったのかな？これ想定してたのかな？このインパクトですよ。すげえな。本当に桜井くんじゃん。よく描けるな。
あ、こういうコースだったわ。半沢さんの時も。そうだそうだ。好きなのかな？あ、やべ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 。BGM コースだったんですね。そしてこっからなんかいきなりアクションになるんだな。わけがわかんねえ。わけがわかんねえ。あれなんですかね。ミーは男性だったんですけどね。女性なのかな。桜井くん好きって。ジャニーズ好きって。男性、まあでも男性でもジャニーズ好きな人いるか。うん、いいや。ここは入って正しいと思うよ。うん。なんか急にアクション性のあるステージになってるんだけど。なんだ？急に、音楽コースから急に変わるって。OK？ いや、俺は好きだけどね。こういうコースの方がね。にしても。にしても。うん。はい。あ、ずっと繋がってていけたんだね。やばい、ゴール。いやー、すげえな。これすごいね。一コース作るのにどれくらい時間かかんだろう、あれ。てか、どうやって毎回確認してんだろうな。マインクラフトじゃないのにさ。よく確認できるよな。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。うおっ！うおっ！うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの？